こんばんは。どうも。どうもこんばんは。スタンドがないと不便。こんばんは。どうも。あ、映らない。なんか高さがあるものに置こうかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、みんな。すいませんね、今親指の指紋見せびらかしてます。すいません。置いてみる。はい。寒いんじゃなくてちょっと髪がねボサボサなので、ボサボサ防止のこのダウンジャケットと乾燥防止のマスクでございます。決して体調が悪いわけではなくてね、今日はちょっと家じゃないので、お家にはいないので、ちょっとスマホスタンドがなくてですね、ちょっと待ってよ、どうにか立てかけられないかな。あ、いけた。こんばんは。いいや、もうボサボサでもいい、ちょっと邪魔でした。どうも。いや、やっぱちょっと前髪がね前髪がちょっと短くて浮いちゃうので、よし、そうです。明日も車に乗ってたから、今日は6時間半ぐらい移動してて6時間半移動しててさ、もうね車酔いしまくってて、やばかったんですけど、夜ご飯もしっかり食べました。今日は高崎愛子で夜ご飯食べたよ。そう、今日はずっと一日、昼に広島出たのに着いたのはもう夜だった。やっほー、こんばんは。ちょっと今から書き物しなきゃいけなくて、サイン書きを今からちょっとしながら喋りますね。明日の高崎愛子グッズが出るんだけど、そう、ちょっとカキカキするので。いや、寒くないですよ。寒くない、暑いよ。暖房が多分自分で調節できない。あ、できる。暑いんだけど、ちょっと前髪が浮いちゃうから帽子をかぶらなきゃいけないんだけど、帽子なくてこれしかないので、これかぶってます。ちょっと待って、反射するんだよね私がこうのけると反射っていうか鏡があるから、ちょっとエアコン下げてくるね。ちょっと待ってて。よし、エアコン切りました。え、あと今日アイス買ったんですよ。アイス買ったの、食べなきゃ溶けちゃう。え、でも待って、マスク今メイクしてないからマスク取りたくないけど、溶けちゃうよね。食べよ、食べなきゃだよ、困ったな。冷蔵庫、いやでも溶けちゃうね、食べなきゃ。始まる前に食べようと思ったのに忘れてた、バタバタしてたら。そう、黄色コンビニで買いました。じゃんじゃんじゃん。私配信中に食べるの嫌なんですよ。なんか咀嚼音とかさ、人の咀嚼音聞くの好きじゃなくて、自分もしたくないからいつも食べないんだけど、アイス溶けちゃうから食べなきゃだ。すいません、やばいよ。わー、オープン、バン。じゃあ、もう今日メイクしてなさすぎる。
乾燥防止でマスクしたけど。どうも。髪の毛食べてきます。冷凍庫ないんだよね。ホテルだから。よいしょ。ではアイス食べちゃう。溶けてる、もうめっちゃ溶けてるじゃん。キャー。このさ、ホテル着いた瞬間もう暖房ガンガンだったんですよ。やばい、生写真汚さないようにちょっと端に避けとかなきゃ。めっちゃ溶けてる。あ、そう、バスツアー、そう、また決まったんですけど、そう、みちゅさんの卒業公演とかぶってて、私みちさんの卒業公演勝手に出る気満々か、見に行くか、絶対行くぞとか思ってたら、マネージャーさんに、これ行けないですよ、みちさんの卒業公演行けないですよねって聞いたら、ちょっと淡路島だし間に合わないと思うって言われて。そうなんよ、だからあの、そう、来れる方もさ、そのみちさんの卒業公演入りたい方とか、スタジオ公演行きたい方はちょっとバスツアーにも来れないわけじゃないですか。だけんさ、ちょっと皆さん予定がもし合いそうな方はぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。私もね、知らなくって、そうよ、びっくりした。でも2期生の6人の組み合わせが、あの、鍋雪と、さやかて工藤と、パセとユナヤナっていう、あの、ね、なんかその、コンビ中の方には、おすすめの組み合わせだったので、うん、パセリコジとか、好きな方も、ね、おすすめの組み合わせでした。楽しみです。しかもね、そのミニライブがあるんですけど、次のバスツアー、明日はないんだけど、次のバスツアーがミニライブがあって、そのステージの場所が調べたらすごかったんですよ。あの、海をバックにパフォーマンスできるらしくて、後ろが海だし楽しみ。めっちゃ調べてみてほしい。会場すごい、すごいのよ。めちゃめちゃすごいよ。めっちゃ溶けてる。やばいやばい。ちょっと配信待って。配信中ちょっと気使って食べれないから、もうバクバク食べます。食べてから配信、そう、食べてから配信つもりで買ってきたんですよ。でも忘れてて、バタバタしてて、だからごめんなさい。ごめん、分かってるよ、自分でも。いつもね、配信前に食べてるんですよ。配信中食べるの好きじゃないから。
ふん、溶けちゃったけど、完食いたしました、はい、早っ、秒で消えちゃった。前髪が浮くから保護しなきゃ。お待たせしました、失礼いたしました。ありがとう、皆さん待ってくれて申し訳ない。よし、サイン書きをしなければ。皆さんグッズチェックしましたか？高崎愛子グッズチェック済みですか？なんかね、5枚セットなんですよ、生写真が5枚セットなんだけど、どれにサインにしようかな。写真、どの写真が好きでしたか？チェックしました？本当？どの絵柄にしようかな。やっほー、こんばんは。どうしよう、横向きのやつに書こうかな。いや、全身のやつに書こうかな。いや、ランダムにしよう。これは横のやつとか、顎に手当ててるやつ、あ、今書いてるやつかな。あ、違うかも、縦のやつか。あ、待って、これペンダメです。ダメ、とんでもない、とんでもない、見てほしい、これもボツだ。サインを書いてたらとんでもない量のインクが出てきた。ドビャーって出てきた今。ショック。これはワンセット使えなくなっちゃった。ペンがこれなんですよ。やばい。出すぎたね。さすがにこんなに染み込んじゃ。いや、振ってないのよ、振ってないのに出てきちゃった。こっち側がダメってこと？いや、こっち側が、ペンなんてこた。そうだよね、多分そうかも。暖房の効いたところにいたからとか、そういうのは関係あるのかな。ショックどころの騒ぎじゃないけど、一人ぼっちの時じゃなくてよかった。配信中だったからまだショックが軽減してる。一人だったら相当へこんでました。今もへこんでるけど、こういうとこあるわ。私明日早朝しか配信できなさそうなんですよね。明日がね、そう、このペン乾きづらいから、この後も書いた後も要注意しなきゃ。ついちゃう。
丁寧に保管します。ふうふうふう。明日何時からかな。でも早くからしかできないけど、起きれる自信ない。もう今日移動中寝てたから、車酔いやばくて寝てたんですよ。だからもう夜別に体も動かしてないし、今日移動しかしてないから寝れる自信がなくて、寝る自信がないんだよね。どうしよう。だから朝も起きれないかもしれない。だからもし時間があったら見てください。なんかね、黒のマジックもあったんですよ。でもこういうゴールドで描いた方がなんか高級感漂うかなと思ってこれ選んじゃった。そしたらインクが出ちゃった。こんばんは。よし、続きまして、そう、ゴールドのサインね、あんまないよね。明日の詳細多分ね、あのバスツアー参加者の方の方が知ってる気がするんだよね。撮影会がある、んですよね明日。かわいい、じゃーん。このさ、この時前髪長くてよかった。今の私こんなんだもん、前髪。じゃーん。頑張るぞ。そこのオフショットね、もらったらまた投稿しようと思ってるので、オフショットもお待ちください。前髪いっぱい描くぞ。そう、グッズです。このグッズオンラインショップでも売ってほしいね。アクスタも、私も買いたい、私も買いたいです。これパッパッって描いとくね。パッパッと、よし。こんばんは。今日金曜だけどさ、寝る時間にもおもろい、なんかおもろい笑いそうなテレビありますか？お化け怖いんだよね。お化けが怖いんだけど、毎度恒例。あ、今回怖かったら泣きつく部屋が3つあるからいいけど、アイコでもパンちゃんでもヤンゴロウでも泣きつきに行けるから、しかも迎え入れてくれそうだからいいけどさ、怖いんだよね。え、そう、5枚セットしかもランダムじゃないっていう、嬉しい。確実にパセリのやつが欲しいって人に
渡るから、提供のやつ見てへこむことがないです。あ、提供されてるって思わなくていい。提供、ね、出されちゃうから。あ、どちらかタイムスある。今ね、今なんか音消してるけどテレビなんかついてる。怖いから、お化け出てきそうで怖いから。よし、よし。インクにじむな、インクにじむなよ。お化け出るよね。やだな、怖いな、明日お化け。お化け屋敷怖いな。よいしょ。恐ろしいな。なんかショールームしながらサイン書くの久々ですね。お、あ、バスケ。え、なんか今度宮沢さえさんがバスケのなんか出演されますよね。え、なんかお化け屋敷行くみたいな感じだった。え、でもね、多分雪なんだよね。富士急も雪積もってんのかな。どうなんだろう。雪怖いね。無事にバスツアーが開催されることを祈ります。かわいい。よいしょー。どこいしょ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 、そーらんそーらん。太いやつ、太いペンバージョンと細いペンバージョンがあります。太パと細ペン。そーらんそーらん。前髪、前髪落ち着いてくれ。よいしょ、落ち着け。みんな何してるんですか今。何中。ぼーっと中。お仕事中。頑張れ。ファイト。ファイトだ。物件探し中。富士急のことを調べようと思ってる。パーティーから帰ってきた。金曜ロードショー、金曜ロードショーやってんの？金曜日か。違うよ。何中っていうのは、何ですかね。何してるのってことね。みんなの出身中学校言われても存じ上げない気がする。中学校マニアとかじゃないからさ、なんかどこどこ中ですって言ってもどこってなる。私が中学校マニアだったらね、それでおおすごいねってなるけど、
メッセージにも言うとくね。どこ中？どこ中？どこ中？シャマ写真じゃない、生写真さ、このあのちゃんと中で撮ってるやつ、セットで撮ってるやつと野外で撮ってるやつがあって、屋外で撮ってるなやつがあってね、2パターンあります。どっちがお好みでしたかね。2パターンでございます。こんばんは。こんな感じ、外バージョン、外バージョンですね。よいしょ。前髪、なんか前髪迷子だな。そう、2バージョンあります。よいしょ。何？明日は何？何？星何？なんだ？でこ、あ、いや明日はね、前髪を作りたい理由があるので、また終わったら言うんですけど、ちょっと前髪作りたい理由があって、明日は前髪ありで行けますよ。ちょっとね、明日はデコ出しはちょっと向いてなさそうなんだよね。でまたデコも出すね、いつか。いつか出す。また切りすぎたら、なんかあかりんさんも切りすぎてませんでした今日。仲間意識。なんかさ、今日さ、お昼に他のメンバーの配信に入っちゃって、自分の配信の後でポンって急に切り替わって、あかりんさんのところに飛ばされたんですよ、ピョンって。さ、あかりんさんがパセリの話してて、なんかパセリに前髪の伸ばし方聞かなきゃって言ってて、見てるのバレたかと思って焦った。ちょうど入った瞬間に名前が出されてた。でもパセリは前髪ご覧の通りまだ伸びてないので、あかりんさんパセリを参考にしない方がよろしいです。よろしくってよ、ごめんだけど。いっぱいデコレーションしよう。そう、前髪のコマです。はい、こんばんは。え、福フェスほんと楽しみ、超楽しみです。まだ一般受付やってるので、もし悩んでる方がいたらぜひぜひです。めっちゃね、あ、めっちゃね、もうね、素敵よ。
いっぱい書いちゃおうっと。得点会は私もまだよく分かってないけど楽しそう。どう？お、福安行きます。やったー、やったぜやったぜ、楽しみですな。置き場がなくなってきたよ。さあ今日いっぱい発表事が、メールにも書いたんですけど今日 STU メンバーの発表事がいっぱいありまして、あ、これ閉じよう、閉じるね。いっぱいあってね、まず沖舞公演、沖舞公演とドラさんコンサートが発表ありました。そしてひなさんのコンサートも発表がありました。イエーイ、絶対に見に行きたい、絶対に絶対に見に行きたいです。しかも沖舞公園は岡山、愛媛、広島で3公演あるらしくって、そう、あ、そうなんですよ、沖さんの最終活動日もそうなんだよね。だからしばらくは卒業公演が続きそうだから寂しいですね。この前ね、チリパン時にももちゃんの卒業のお話もしたけど、まだね日程は決まってないって言ってたから、でもね決まっていってるからさ、どん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 決まっていってるのでね、パセハート、ハート来ましたね。え、寂しいっすな。いっぱい書くよ。なんかさ、これ重なっちゃうとついちゃうから、こういうインクがついてしまうからさ、でも机が置き場所がもうなくってピンチピンチ、前髪もどんどん浮いてくる、ピンチピンチ。こんばんは、なんかね、昨日の昨日木曜日だったじゃないですか。で、恋ラジがあったんですね、さらはさんが。で、終わった後に、なんかめっちゃルンルンだったんよ。で、なんか嬉しいことがあったんだろうなと思ったけど、聞かんかったよね、私は。まあ、秘密なのかなと思って聞かなかったら、自分から匂わせてきて、明日発表があるんだ、みたいな。なんかめっちゃルンルンしながら言ってきて、え、教えてよ言ったら、もうなんか嫌だみたいななんか秘密にしときたいって、
秘密にしといたらずっと気になってソラハのこと考えるから秘密にしときたいと言われて、でヒントちょうだいって言って、ヒントは卒業ではないみたいな言ったけどさ、こんなルンルンしてる人が卒業とかしないやんと思って、そうでいっぱいヒントもらったけど当てれなかったです。外れてた全部。写真集って言って外れ、ソロコンサートソロデビュー外れ外れみたいな、全部外れてて難しいよ、そんなん言われてもねえ、わからないよ、ヒントくれなきゃ。え、そうだよね、なんかコメント欄ではなんかキャプテンになるのとかめっちゃ聞かれたらしくて、そうでもさ気になるよね、アイドルからのお知らせがあります系のやつ、何事ってなるもんね。でも今日はひなさんもおきさんももう卒業発表してるメンバーだったから、なんかそのドキドキせずに、なんだろうなっていう純粋な疑問で待つことができた気がする。みんなも、ね、でもね、なんかこの前のなんかのなんだっけな、なんかのね、あ、事務所か、おきさんが事務所発表する時のあの今日お知らせがありますみたいなやつに卒業ではありませんって書いてあったんよ。で引用欄ピュッて開いたら、なんかこうやって言ってくれるのありがたいみたいな書いてる人がいたんだけど、そう、いやもう発表してるからねってなんか確かにその発表、卒業発表してることを知らない人からしたらさ、あの親切な卒業ではないっていうお知らせに見えるけど、でも発表してるからねって思うね。でも卒業発表したこと知らなかったら知らないでその間幸せに過ごせるのかな。よいしょ、いっぱいデコってくよ。誰の元に届くかな、振りすぎたら出てきちゃうから気をつけなきゃ。インク難しい、インク問題難しいぜ。ね、撤回してほしかったけどそれはさすがになかったですね。ハート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 、え、そうそう、ペン先を潰しすぎても危険なやつ、振りすぎても危険だし、すべてが危険。もう素直にマッキー受け取っとけばよかったですでもなんかね、可愛くデコレーションしたくてね、ゴールドにしちゃった。選べた、シルバーかゴールドかマッキーだった。ほいーし、ハートいっぱい、はい、前髪前髪、いやー
うっとうしくなってきちゃいました、ダウンジャケットが。あ、立ち上がったら、まあ、いいか。前髪ピン、前髪ピン、よいしょ、前髪ピン。何かして最初からこれで押さえとけばよかった。はい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 、前髪を浮かせない。もうちょっとやだ、だってね、スクショしないでってやってもこういうの載せられてしまうものだから、どうにか自分で解決策をと思って帽子かぶってたんだけど、ちょっと帽子がずり落ちてしまうことが気になってサインに集中できないので、ちょっと止めときます。はい、みんなからしたら何がいいなんてどうでもいいやって思うかんだけど、こっちからしたらスクショが一生、私が死んでも死ぬ、死んだ後とかでも一生残り続けると思ったら嫌じゃないですか。寿命が来てもネットにはどこかしら残ってると思ったらちょっと嫌だから、80歳とかなって、この前髪折れてないやつがネットニュースに使われてるとかなってもなんか嫌だから、ね、そうじゃあこの前髪で配信するなって話なんですけど、まあ、今日はもうね、移動だったからね、もう前髪をね気にしてなかったんよ、前髪どころじゃなかったんよ。もう車酔いに必死でした、やばい、もう今ゲロゲロしたら、あ、配信にヤンゴロの配信に私のゲロゲロ音が入ってしまうと思って、あー我慢我慢と思ってマネージャーさんにすいません袋くださいって言って袋もらってそう、万が一のために袋一応もらったけど大丈夫でした。もう酔い止め飲んだんだけどね、効かなくって、そうなんか渋滞しててね、車がこう進んでは止まり進んでは止まりだったんですよ、だから余計多分その酔いやすいようなこう動きというかね、こうグッとこう内臓に響いてくる感じの動きだったから、あーもうやばいダメだうえーってなってピンチでした。大ピンチ、そう頑張って目閉じて寝た。あれキャップがどっか行っちゃったよ。そうなんよ、しまいともやしくなってきちゃった、止めちゃおう、えい、眉毛が短い、眉毛が生えてこないんです、私の眉毛ここから先生えてこないんです、眉毛ちゃん眉毛どこ行ったの、眉毛短い、短い眉毛、明日早起きできるかな、できるかなじゃなくて早起きしなきゃだよって、眉毛 OK、 パセマロ
マロ、パシマロちゃん、頑張って起きるぞ。確かに起こしてもらえる。なんか愛子が最近私のことお姉ちゃんって呼んでくるんだけど、同い年なのに。ねえ、私のことお姉ちゃん呼びしてくる。今日もなんか言ってきた、さっき。ゆっくり寝てほしいね、ヤンも愛子も。イベントお疲れ様だよね。だって今日は移動もあったりしたしさ、他のお仕事もある中だったから。ファンの皆様もお疲れ様です。1週間お疲れ様でした。研究生のみんなもね、みんないろんな企画を考えて楽しい配信をしようと、毎日ね投稿もあったり配信もあったりで、多分寝不足だろうから、ゆっくりゆっくり過ごしてほしい。やばい、今日のワンコみたいな生写真になったんだけど、キャーのワンコ。今日のワンコできちゃった、書いとこう。今日のワンコナンバー1116。あれ、こんなつもりじゃ。なんかよく流れてくるさ、チェキみたいな、メイドさんとかアイドルの方のチェキ会の可愛いデコレーションしようと思って書いたのに、私が書いてもならなかった。はい、今日のワンコも言っときます。よいしょ、他のやつデコロ、デコ追加しよう。デコレーション追加タイム。追加タイムだよ。直筆ゲットしてくださいね。明日、ほんと最近さ、サイン書くことが減りました。オンラインサイン会がなくなってからサイン書く機会がぐっと減って、久々にこんな書いてる。楽しい。よーし、みんなサインとかさ保存してるんですか？ちゃんと保存してくれてますか？大事に。どうなの？どうやって保管してるの？教えて、参考にしたいです。私もね持ってるんだけど、推しメンのサインファイルに入れてる。飾りたいけどさ、なんか部屋の飾る場所がなさすぎてファイルに入れちゃってる。何が正解かな。ファイリングしてる。ヤッホー。声でかかった。ヤッホーヤッホーヤッホー。ほうほうほう、放り込んでる。放り込んでんの？放り込んでるって何？おたかつボックスみたいな。
なんかさっきからポンって定期的になるんだけど、冷蔵庫かな、冷蔵庫なのかな。ポンってなります。ポン。緊張するな、ドキドキです。冷蔵庫覚えてるかも。私が冷蔵庫にアイスを入れずに食べちゃったからだ。反抗してます。ほいほい。もうちょっと書き足したいな。なんか書きすぎてる。これは絶対すぎて、私席とかさシンプルなのが好きなんですよ。でもなんかシンプルってさ、シンプルよりもいっぱい書いてある方がみんな嬉しいっていうから、席替えとか結構いっぱい書くけど、私はねシンプルが好きなんだ実は。なんかスマホの裏とかに挟みたいけん、なんかそのおしゃれな感じというかシンプルに書いてあるの結構好き。どう、みんないっぱい書いてるよ今は。なんかいっぱい書いたらみんなありがとうって言ってくださるので、やっぱいっぱいが好きなのかなと思っていっぱい書いてみてます。私の羽根描きたかったね。なんかダンゴムシみたいなのになっちゃった。でこれの反転が下手くそすぎてダンゴムシ完成しちゃった。あれあれ、羽に見えますか、ダンゴムシ生まれちゃった。レアです。はんね。味わいがあるものは言いようですね。そうなんよ、バスツアーね。そう。また3月2日にバスツアー。次瀬戸内です。兵庫県淡路島行くのは3年ぶりとかだから、すっごい楽しみです。よろしくお願いします。来てくださる方がもしいらっしゃったらお待ちしています。楽しみ。本当にステージが、本当に調べてみてほしい。もうねすごいの。マネージャーさんに言われてさ、私も知ってちょっと調べてみたんですけど、海が見えるステージってすごくない？海だよ海。しかもミニライブもあるって最高。嬉しい、踊れるの楽しみです。ワク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 。そうミニライブがあるんだって。ねえ緊張しちゃうぜ。行きたかったんよ淡路島。
STU ウォーカーをね見てからまた淡路島行きたいなってちょうど思ってたとこだったんです。そしたら淡路島だったからあ行けると思って嬉しい。淡路島の玉ねぎ、え歌うかな、門脇さんがいた頃歌ってたけどね、歌うかな。線香が有名、そうなん、そうなんだ。私ショールームでいっぱいそういう情報してるから楽しいな。いろいろ教えてください。すごく何でも情報が新鮮で、自分でさ調べてみてもやっぱ検索しても有名な観光地とかがいっぱいだから、なんかそういう何そういう情報をたくさん現地の方々とかよく旅行行くよって方々に教えてもらえるのすごくありがたい、楽しみだわ。でも車酔いが怖いです私 STU で一番車酔いする自信があるんだけどさ、今日もあったし。河原、淡路河原、阿波河原、河原、タコ、ほうほうほう、いっぱい勉強してくる。実家がありますえそれを知らなかったですそうなん、一番詳しいやん、そんなん実家が近くにあるって。じゃあいっぱい教えてもらおう。すごっ、淡路河原、ドキ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 、トークイベントもあるんだって、絶対面白いじゃん。だってリコチとユキリカいるもん。私は負けずに頑張る。トークイベントいっぱい喋る。喋っちゃうよ。あとなんかあれだね、あれでしたね、今日の発表ごと、さっきさ沖さんとマイキューさんとドラさんとヒアナさんの話したけど、 2.5 期生と3期生のコンサートも発表がありましたね。すごいね、みんな今日お知らせたくさんだったね。あったね、そうファンクラブ動画昨日の16 18時に上がってます。そうなのよ、盛りだくさんですね。ぜひ皆さん、多分全部来てたらみんなのお財布がなくなっちゃうからさ、来れるところとかどうしてもこのイベントはどうしても譲れませんとかがあったら、こう優先順位を立てながら楽しくおたかつしてくださったら嬉しいなと思いますね。全部にももう全部来てくださいって言ったらもうみんな移動するだけでもきっと大変だから、来れそうな時に本当は全部来てくれたらもうそれは嬉しいけど、みんなもねそれぞれ生活があると思うのでお財布と要相談で楽しくおたかつしてください。おたかつで大事なこと、その1、人と比べない。その2、お財布と要相談。その3、楽しむです。よろしくお願いします。あ、その4、ペンライトとか忘れないです。
推しメングッズ忘れないです。財布とスマホも忘れないです。大事です。隣の芝生は青く見えてしまうものです。だがしかし人はん、よそはよそ、うちはうち、そういうスタイルで割り切るしかないものなのです。でも気持ちは痛いほどわかります。ですが仕方がないのです。ツアーのメンバー早く知りたい。そうだよね、みんな話し会だめっちゃ言われるけど、そう私は話し会さ、インフォメーションかなってぐらい、まだですかって来るけど、発表がないってことはまだです。私いつからインフォメーション係かなってぐらい、そういろいろね、あのだらだらちゃん最近元気なさそうなんだけど大丈夫かなみたい、そう私のお話かインフォメーションと思ってる。開催されてる勝手に支配人の部屋みたいなやつ、私のルームじゃないや、私のお話し会で開催されてます。でも私にできることであれば、そうなんか分かることであれば返すけど、分からないこともあったりするから申し訳ない。そう、お悩み相談。今度お悩み相談動画とか上げてみようかな。ショールームでもいいけど、なんか質問募集してお悩み相談。でもこういうのメンバーと一緒に配信した方がいろんな価値観があるんだっていうのが分かって、その討論というかこういう考え方ですよっていうのを知れるから、なんか一人でやるより誰かとやった方が楽しいかもしれないね。どうだろうか。好きすぎて困ってます。分かるよ、苦しくなるよね。私もそういう時期ありましたよ。そうなんだよね、好きすぎると困っちゃうよね。好きなものがあるとはとてもいいことだと思いますよ。だから悩むことはない、悩む必要はないけど、まあ、悩んでる時間も楽しんじゃえばいいと思うけど、まあ、それが難しいから困るんですよね。そうだよね、難しい問題だ。私は私も好きすぎて困る、そう推しメンが好きすぎて困ることとか、なんか嫉妬しちゃうみたいな、くだらないことで嫉妬してしまう自分が嫌だとか思った時期もあったよ。私も自己嫌悪、そういうのもいつかはいい思い出になるはず。いい思い出か黒歴史どっちかになるはず。どっちかになるはず。でも好きなものがあるっていうのはとてもいいことじゃない。だってさ、見つけようと思って見つかるものでもないし、自分の気持ちに正直に生きてみてはいかがでしょうか。冷蔵庫もそうだそうだと言っております。そうなんだよね、私もさ、もうね、本当にショールームで口を開けば沖さん沖さん、空葉さん空葉さんって言った時期があるから、もうみんなもよく分かると思う。あ、パズリそうだねって、あの時のパズリはもうすごい愛だったねって。今も別に愛が冷めたとかではないけど、落ち着いて冷静に
好きを伝えられるようになったって感じですかね。うん、あの時はもう何ですかね、なんて言うんですかね、違ったんですよね、きっと考え方。そうだよ、メールもメールも口を開けば同じ名前だったから、それを一旦なんか控えて冷静になってみたら私は良かったかもです。はい、うん、一回客観的に見てみるとどうですかね。どうなんだろうでもなんかさ、そういう推しメンとかがいると頑張ろうと思えたりすることも多いし、推しメンがいること自体をこう、推しメンがいることとか好きすぎて辛くなっちゃうってこと自体はあまり責めなくていいと思いますよ。うん、多分なんか法的な問題を起こさない限りはちゃんと節度を守っていれば、そんな人に迷惑はかけないとか、そう、根本的な人としての何かを忘れなければ全然いいと思うけどな、どんなに重かろうと。私も嬉しいけどな、いっぱい好きって言ってくれるとね。ちゃんと客観的に周りを見て、今は抑えるべきところだ、あまり自我を出しすぎないぞっていう気持ちになったかな私は。すでになくしてしまいました。え、嘘、どこに置いてきたんですか。忘れ物センターとか届いてないかな。もう忘れてしまったの？そりゃ困ったな。じゃあどうにかして昔の気持ちを思い出してください。そうだよ、よそよそ。もうね、何ですかね、推しかぶり大歓迎の人はもう仲良くしたらいいし、推しかぶりちょっとなんか自分の独占欲がついつい出ちゃって推しかぶりの方を見ちゃうとちょっと嫉妬心がって方はお話し会とかでもあまり、あの、何、最低限のご挨拶とかで過ごしてもいいと思う。なんかいるじゃないですか、一人ぼっちだけどお話し会とか公演とか行って大丈夫ですかってた方とかいるけど、みんなそんな強制的な感じじゃないと思うから安心して来てほしいです。安心してね。友達を作って、そう、知り合いがいたらね、でもね、多分ね、いいこともある。例えばグッズ、ちょっとこのグッズどうぞみたいなのとか、なんか情報とかがもらえたりとか、今度こういうイベントあるらしいですけどとか、なんかそういう会話の中で得る情報みたいなのあるじゃないですか。だからね、お友達がいたら楽しめそうだけどね、無理に作る必要はないと思います。友達作りに来てるわけじゃないと思うし、安心してくださいよ。もし一人で行くか迷ってますって方がいても全然大丈夫だよ。会場に一人でいる人結構いるもん。私も一
一人で待ってるじゃん、お話し会ブースずっと一人ぼっちで待ってるから、一人ぼっちで会いに来ても仲間だよ。え、いちごちゃんのポストが富士急行く、え、来てくれるの？でもいちごちゃんはさ、日曜日東京で公演でしょ、僕隊ね、見に行きたかった。え、いちごちゃんの公演見に行きたいな私。でもちょっと日曜日はね、ちょっとイベントあるので行けないけど、また広島とかである時行きたいな。何？いちごちゃんのポスト見たい。なんて書いてんだろう。なんて書いてますか。ちょっとパセリさ、生写真広げすぎて。あっちこっちにある。うん。いい感じです。可愛く描けました、いっぱい。とても可愛く。これはハートの中に収まるパセリ。こういうのを描きたかったの。こういう感じでね、したかったのに、一個だけ今日のワンコになっちゃいました。わかる？この差この差です。悲しいわ。いろ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 ね書いたので、じゃん、お楽しみ。なんかテープついてる、あれ、いろいろ書きましたので、お楽しみに。ほいほいほい。これは年賀状みたいな。でもこれ少ない、これだけ分量少ない。ちょっといっぱいデコりたい。でもへん、デコりすぎても難しい。どうしたらいいんだ。どうしようか。デコっちゃおう、ハートでデコっちゃおう。いいね、もっと増やすよ。やっぱいっぱい書いてある方がお得感ありますからね。私と私は今日眠れるんでしょうか。いっぱい寝ちゃいました、移動中に。おいし、乾かしタイム。乾かしタイム。もう少しで30分。嘘。え、私何時間配信してますか。1時間半。1時間半してる。やばやば、それは終わりましょう。早起きだって言ってるのにまた喋りすぎちゃいました。嘘、体感まだそんな経ってなかったんだけど。何時から始めたっけ。嘘。1時間15分して20分おしゃべりマンだね。おしゃべりマンじゃん私ってば。やっちゃってんな。おしゃべりもほどほどにね。まだ描きたい、もっと描き足したい。おいし、おいし、あれ、
パスで高速でアイス食べてさ、高速っていうのは高速道路のことじゃなくて、あの速攻でってことね。アイス食べてサイン書いておしゃべりした人じゃん。やだやだ、もうちょっと書きたいよ。足りませんけど。明日夜配信できないので、おしゃべりタイムないから、みんな安心して眠ってくださいね。土曜日の夜は爆睡して大丈夫です。安心して眠っといて、その分日曜日は話そう。よろしくお願いします。え、そう、雪ね、雪心配だよね。ほい、まだまだ書いちゃった。もう終わるよ、でも配信終わる。もうこの最後の一枚書き終わったら終わるから、見守ってて、最後の一枚まで。これ終わったら本当に終わるよ。なんか書きすぎちゃった。大渋滞？え、要は3連休ですよね。3連休なの？全然しっくりきてないけど、3連休だよね。何するんですか？3連休は何するの？もし何も予定ない方はパサのショールーム見てください。何飯手打ち、何テレビ、何かやってんの？今テレビついてるよ、無音だけど。仕事、動物王国、え、それ誰かメンバーが言ってたやつ、アカリンさんか誰か言ってたやつ。お、コラボカフェいいね。コラボカフェ最高や。食レポしてね。どんなメニューなんですか？2.5 期生メニュー、バスツアーもよろしくお願いいたします。映画行くの？何の映画？いいね。おお、上に行ってみるわ。行ってきて、感想教えて。感想教えて、私も行きたいなね、気になる。何カエル、ゲロ、何命んカエル、うん、あ、お菓子の話。ああ、そうか。
パセリの予定を開けといてくれたのね、もともとは。ありがとう、ありがとうね。あ、帰り、あ、帰りね。カエルの絵文字、そういうことか。帰りってことね。ちくわ買ってない。おやつはたけのこの里オンリーです。たけのこの里オンリーおやつ。あと干し芋買いました。あとおにぎり買ってきた。でも食べてない、食べてないよ。パパ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 、えい、あれ違った、キャップ。ねえねえ、私キャップ行方不明なんですけども、でも配信終わらなきゃ、寝る準備しなきゃ、明日の準備しなきゃ。前髪どうかな、落ち着いたかな。全然落ち着いてなかった。前髪全然ダメでした。でもさっきよりはいいかも。早く伸ばしたいと思います。ちょっとさ、移動中寝すぎて寝るか分かんないから、みんなハッシュタグパセリメールとかでいっぱい構ってくれたら嬉しいな。よろしくお願いします。パッ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 。これお気に入りかも、かわいい。これどう、これいいね。やっぱ自分がね、納得するものを皆さんに提供したいという思いがありますので、自分がいいと思うものをね、納得のいくまで追求するというのが私のスタイルです。ほいほいほい。ウルトラレアシークレット。寝落ちしなかったら動画の感想あのねするかも。寝落ちしたら明日寝落ちしたら明日でも明後日でもいいよ。ほいほいほい1枚さ、ワンセットちょっとインクがビャーってなった分は明日スタッフさんによって書き直しさせてもらいますので、枚数は減りませんので安心してください。ちゃんと白状します。なんて白状するっていうの、これってちゃんと正直に言ってすいませんって言って書き直しするので、あの安心してくださいね。あれ、このこれはどこから出し取ったんだろう。あれ、あ、ここだ。オッケー。キャップだけ見つからないけど、多分そのまま出てきます。それでは、それでは終わりましょうかね。あ、申告か、申告します。ほほほ、このルームの方々優しい。だって嬉しい。自分が褒められるよりファンの方が褒められるほど嬉しいね。嬉しい、とっても。私のファンの皆さんいい方ばかりですとても優しい方ばかり、そして熱い、熱い方が多いです。もう暑さが言動に現れてるタイプと、うちに秘めてるタイプといる。いいことや。だからみんなにお菓子は渡さないから、お土産話だけになっちゃうけど、楽しんできます。それじゃあ壇上いくよ。13位、犬ちゃん。ねえねえ、このさ、カタカナのさ、カタカナは絶対この読み方じゃない。13位、犬ちゃんってこんな感じ。
私のイメージ。12位阿部寛さん、11位真小林さん、10位スプマンテさん、9位ブンさん、8位クロさん、7位イモケンピさん、6位クワトリさん、5位陣内さん、4位新一さん、3位ハマコンさん、2位いっちゃん、1位カズノシンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう、遅くまで付き合ってくれて、みんな金曜の夜にありがとうね。ではまた明日、早起き頑張ります。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。